まあ、実はルート2017ちょっと変わりまして、おルートが変わるんですね。はい、はい、まあ、文系の数学だとマージレベル標準問題成功やってるじゃないですか。はい、武田塾チャンネル。武田塾教務主任の中森です。中森先生の弟分、武田塾教務の高田です。高田先生、はい、今日の一冊何ですか？今日紹介する参考書は、はい、文系の数学実践力向上編です。はい、来ましたね、中森文系の数学、はいはい、中森先生、はい、この参考書はどんな参考書ですか？ですね、まあ、同じシリーズがありますよね、はい、重要事項完全収録編というやつ、赤いやつですね。そうです、あれの姉妹書で、はい、あれのレベル上がった版というか、うんうんうん、レベル的にはあちらが日大レベルからマーチの、まあ、触りというか、うんうん、マーチの簡単めなレベルぐらいをメインでやってるのに対して、こちらは、まあ、例題だったらマーチレベル、演習込みだと、まあ、総計レベル多少かするかな、でも メインはマーチだよみたいな。なるほど、感じの、はい、ってことは赤い本よりもやや難しめの一冊ということで。まあ、そうですね、あれの後にやる感じのものかなとは思います。なるほど、うん、ということは、武田塾のルートでいうとどういう位置づけになるんでしょうか？まあ、実はルート2017ちょっと変わりまして。おルートが変わるんですね。はい、はい、まあ、文系の数学だとマーチレベル標準問題成功やってるじゃないですか。はい、標問ですね。でも確かにレベル的にあれマーチから、まあ、大体総計ぐらいまで触ってるような参考書ですけど、あれにマーチいるかと言われると、なるほど、中森先生はどう思いますか？いや、やってていいと思うんだけど、マーチのためにやるかって言われると、うん、そのマーチレベルに入った人たちがやって総計目指すなら別にあれだとは思うんだけど、うんうん、マーチで止まるとか、うんうん、マーチメインでやりたい人だったらもう少し簡単なのあるかなって気はするんですよね。なるほど、そうですね、僕も標準問題成功で結構強打いけちゃったんで、うんうん、確かにマーチってなると手厚すぎるっていう意見もありますよね。はい、はい、なのでマーチで止めようってなった時にやるって意味だと、まあ、この実践力向上編がすごくいいんじゃないかなと、うん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 、でこれ例題が90題で演習は110題って形になってて、まあ、トータル200題あるから結構ボリュームはあるんですけど、ありますね、まあ、最悪時間なかったら全然例題だけでいいと思うし、ここいきなり入るのがきつかったら、まあ、重要事項完全習得編からやって、まあ、これつないでいけばいいかなっていう感じですね。なるほどですね、はい、ということはもう基礎問題成功 1A2B をやって、文系数学、完全習得編赤い方をやって、はい、実践力向上編青い方に移っていくっていう流れがいいんじゃないか、はいはい、だからまあ総計とかでがっつり数学稼ぎたいとかじゃなくても、マーチレベルが完璧に固められればいいやっていう人だったら、まあ、かなりこれが使いやすいんじゃないかなと。わ、はい、かりました。解説も詳しいんですか？まあ、結構やっぱり詳しいですね。でその問題ごとになんか最後にちょっとおまけ的な感じで講義みたいなのがついてたりはするんで、かなりやりやすいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、じゃあマーチを目指す人にぜひやってほしい一冊、はい、ですね。今回の参考紹介は以上です。皆さん、武田塾チャンネル登録よろしくお願いします。そして無料受験相談受付中でございます。皆様の申し込みお待ちしております。